なんか何ここ、ケルドロン家の墓所。へえ、あの墓泥棒はここに来ようとしたのか。へえ、入っちゃおう。きっとジェスパーさんは来てくれないんだろうな。何がいるかな、やっぱ骨かな。ういういうい、トラップあったのか。ああ、すごく雰囲気のあるところですね。よし、これで行こう。クモもいるんだろうな。クモの巣あるし。おっと、3体か。くえ。えい。あ、てかさあ、忘れてたんですけど、あのね、頼もしい仲間が増えたんですよ。ちょっと召喚していい？えい。クマです、クマ。クマ手に入れました。お、強い。あ、ちょっと待って、私死にそう。ああ、え、嘘でしょ。え、死んだんだけど。回復間に合わなかったか。くそー。もう一回だ。先にクマちゃんを召喚してから突っ込みます。なあ、こっち側にいたなんて。うん、強いな。強いな。えい。あぶねー。ちょっと食べ物食べて。いやー、危ない危ない。まあ、お墓は荒らしていきます。死者にはもう必要ないでしょ？私のものだ。そして、ここらで召喚してから、さあ行くぞ、クマちゃん。ああ、クマちゃん、クマちゃん先行って。クマちゃん、クマちゃん、クマちゃん頑張って。何これ、クマちゃん、クマちゃん頑張って。あ、クマちゃん強い。いいぞいいぞ、頑張ってくれ。ああ、やられてしまった。こいつらやっぱ強えな。強い。よし。えいや。急に強いな。うぅ。まだ、あのドアの先にいるのかな。勘弁してくれ。体力上昇と、ポーション。え、ここ鍵開けるの。はい。いたー。おお、なんか強そう。うっ。えい。よしよし。いいぞ。オッケー。なんとか。手ごわい。うん、手引き書とか良さそうなものが置いてありましたね。お墓はこんなもんかな。あ、これなんか高級そう。ボロボロの本会。なんか偉い人が入ってるのかと思ったけど、あ、先がある。先があるな。マナ回復しといて。トラップが貼ってありますね。怖や怖や。この先にもっと敵と、召喚する。あっ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 。えい。
よし、クマちゃんと私一緒に、あれ、一緒に、えい、あー強い、さすが。奥にいる。ちょっと、あ、クマちゃん、クマちゃん、クマちゃん、ちょっと私、あー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 、オッケー、ナイス。ちょ、通してくれ。ナイス。おー、宝がある風になってきた。ナイスだぞ、クマちゃん。怖いな。水が張ってある。何もいないみたいですね。うわぁ装備、重装装備してる。ロストメイジだと？魔法も使うのか？いいぞ、クマちゃん。やったれ。ナイス。さすが攻撃力が高い。天井に突っかかっちゃってる。かわいいね。かわいいね。いや、よかった。いてくれて。あ、墓地の鍵。魂の杖。吸収できるんだ。熟練者。あ、開けれた。あ、鍵先手に入れたからか。よかった。これ出口かな？無事に出られて。よかった。よかった、よかった。いやー、手強かったな。ポーションは、街とかでちゃんと作ったり買ったりして、食べ物もしっかり持ってこないと、それなりにしんどい。なんだ？カニ、カニ。なんだ、やるのか。あ、ジェスパーさんは？そんなところに突っ立ってらっしゃった。よし、行くよ。墓嵐が倒れててさ、しっかりその近くに墓があるとか、よく考えられてるな。うるさいうるさい、ハチ。うるさいうるさい。お、ハートランドって場所とアークがあるのか。アークはこっちですね。向かいましょう。こっちに何か砦がありますね。ついでだからな。ついつい行きたくなっちゃうんだよな。え、来てくれないの？ジェスパーさん来てくれないって。旧関所。あ、雲がおる。うん。糸やだ。廃墟と化した関所か。またなんかいるんじゃろうな。しかし入る。暗いですね。早速外に出る。屋上か。屋上には探検と小銭入れ。これだけか。奥には何があるのかな。地下。雲がおるね。うん。強い強い。糸攻撃はやめて。オッケー。なるべく食べ物による自然治癒で治したい。まだ先がありますね。雲たくさん。いけ、クマちゃん。いけ、クマちゃん。
吠えなくていいから早く攻撃しなさい。オッケー、ナイス、いいぞ。あ、おう、こっちにもいた。これ召喚してなかったらやばかったな。クマちゃん、クマちゃん、君の犠牲は忘れない。やばい、ポーション飲みながら体力上昇と回復。さあ、なるべく一体ずつね。えい、うん、いいぞ。よーし、倒してる倒してる。マナーポーションもね、そこそこ作ってきたんで、ちょいちょい飲みながらクマちゃんを召喚できるようにしておこう。おー、なんか武術機のとかセット装備がそこそこ手に入りますね。いいな。ちゃんとあのダンジョンとかこういう場所にいいものが設置されてるので、探索する楽しみがねしっかりありますね。あ、魔法のシンボル、やったね。よし、まだ先があるぞ。牢屋？おっと、アナネズミ。ゲー、あ、わお、まだいた。ゲー。ほうほう。ここは落とし穴？ここで終わりか。うん、十分ね、戦利品も経験値も得られた。いい場所でした。こっち側はさすがにやめとくか。大きく道から外れちゃうから。何歌ってんの、ジェスパーさん。行くよ。森を抜けてかなり開けたところにやってきましたね。あそこに見えるのがそうかな？アークって場所かな？かなりでかいのでは？もうここまで来れば安全かな？衛兵が警備してますね。やったー、やっと着いたー。こんにちは。Hey, you there. Yes, you. Can you spare a moment for him? He would be very grateful. どういうこと？どうしてほしいんだ？ Your help. Tell him, do you have good eyes? 彼に教えてあげてくれ。目はいいと思う。Good. Very good. Let him cut to the chase. He is in dire need of eggs.Lots of eggs, and he wants you to help him. あなたはスターリングだな。A half starling, yes. Half starling. Unfortunately, he's not from Anku. If that's what you would have asked next, which is something he really regrets. This world, it's so dirty, so loud. But well, what can you do?One is what one is. どうやら風変わりな仕事らしいな。卵は入手が難しい。茶色いキツツキ。Circling over the heartland. In many other countries, such as Nerim or Kira, their hatchlings are brought up to be letter birds.He wants to raise such letter birds for a special purpose. So, what do you say? Will you help an old starling?
伝書バトの伝書鳥の卵を持ってくるの？特別な目的？具体的には？失われた故郷、スターシティ、スターシティに関わる目的なのだ。あなたの失われた故郷？ Yes, the place we starlings come from, and where we are destined to return to eventually. 遥か天空に間違あり、下界のあらゆる苦しみは存在しない。天国かな？But this is no place to talk about that. There are books which could explain our prophecies a lot better than he ever could.キツツキの卵か、わかった。具体的にはどこを探せばいい？ Well, that is the part where your good eyes come into play. All you need to do is 近辺の海上を飛んでいる鳥の動きを追うだけ？ Eventually, they will return to their nest. 彼らもいつかは巣に戻る。そこに卵がある。鳥を追えと。He will wait for your return.また変わった依頼ですね。5つ見つけなきゃいけないんだ。おー、やっとアークだ。おー、堂々たるものですわ。こりゃすごい。めっちゃでかくない？街やばくない？なんだこれ。あ、ここも全部日本語化されてる。すごい。よっしゃ、入っちゃうぞ。あれが門か。ジェスパーがいれば入れてくれるでしょう。アーク西門。どうしたの？10ペニーあげるよ。あとで何かいいことあるかな。何も起こらなかったら、いやまあしょうがないよね。今はね、気分がいいから。いろんな人に話しかけたくなっちゃうけど、とりあえず入る。And here we are. ようこそアークへ。 I've got some things to take care of here. So let's meet at the market once you're ready to meet Grandmaster Teodora Renthiel and his mages in person, alright? 準備ができたら市場で合流しよう。神聖なるオーダーの前団長、ティーラー・アランセアルか？ネイリムで幽閉されていると思っていたが。By his own son, Nerazul, yeah. But roughly 2.5 years ago, he suddenly appeared back in Enderal, accompanied by a handful of mages who once fought against him in the Great War. Weird, I know, but that's how it was. 簡単に言うと、ライトボーンの腹心の部下がエンデラルに戻ったということか？かつての大敵を引き連れて。He did, yeah.It seems that something happened between him and them that made them sort out their issues, you could say. They're allies now, and frankly, nobody quite knows why. You can imagine what kind of uproar that caused among the Holy Order itself. But in the end, Renthiel got things his way. You can say what you want about him, but he never lost his charisma, that's for sure. つまり、ライトボーン最大の宿敵がライトボーン最大の親衛隊と手を組んでいるということか。それはまた妙な話だ。You're telling me. But apparently their alliance has something to do with this red madness. I guess we'll see what happens. もう少し町について教えてもらえるか？例えば、新しい装備はどこで探せる？ Oh, sure. I should have thought of that. Pardon me. All right then. Ark is divided into five districts, not counting the border. でかい。異人地区、市場、鬼人地区。南区画、それから聖堂、港は別にある。装備なら市場。まずはそこに行きたいですね。荷物を軽くしたい。魔法に関するものは、鬼人地区。見下されるのは覚悟しておけ。浴場と劇場？楽しそう。Finally, there's the temple, which is hard to overlook. 聖堂、一般市民は立ち入り禁止。
From up there, the Holy Order reigns over this country. But if all goes according to plan, you'll soon see it from the inside. 計画通りに行けば内部を見られる。And then there's the Undercity. Undercity. 響きがあまり魅力的じゃないな。Yeah, it doesn't, and it isn't. The Undercity is a cluster of caves directly beneath our feet.And down there is where the poor and the sick live. Not to mention those that the order doesn't like to see in their neat, pretty streets in the upper city. Now, please, I'd recommend you visit. At least not unless you're looking for mischievous things. いかがわしい物が欲しければそっちに行けと。わかった。一人で歩いてみようと思う。Great. And see you later and enjoy your stay. また後でな。虚無完了。開始最初の一歩。やっと、はい。アーク内では道しるべを使って地区の間を行き来できる。道しるべの正面に歩み寄り触ってみよう。いやーなるほど。いやーやっとアークに着きました。いや想像以上にでかいところっぽい。いやー次回はねアーク内を探索する感じになるかな。はい、今回はここで区切りたいと思います。見てくださってありがとうございました。また次の動画、またはライブ配信でお会いしましょう。バイバイ。